県は4日、青色発光ダイオード LED の開発で2014年のノーベル物理学賞を受賞したアメリカのカリフォルニア大学サンタバーバラ校教授で大洲市出身の中村修司氏に知事表彰として最高位の県民賞を贈りました。県民賞は県民の模範として卓絶した功績があった人物を顕彰するもので、1957年の賞創設以来5人目で25年ぶりの贈呈となります。県庁での贈呈式には県内の市長や町長、経済団体などの代表者らおよそ60人が出席しました。中村時博知事は、閉塞感が漂う我が国で暗闇を明るく照らす LED の光のように、研究者や子どもたちに大きな夢と希望を与えていただいたと称え、賞状とメダルを手渡しました。受賞後、中村修司氏は、引退後は愛媛に戻ってきたい、松山市はベンチャーを起こすには最適の地、将来は大学との連携なども考えたいと語りました。内容が難しているといいますから、一番名誉ある賞をいただいて、しかも私は愛媛出身ですから、もう非常に名誉であり、自分自身にとっても最高の賞ですね。非常に感謝しています。その後、松山市内の旅館で祝賀会も開かれ、県内の市長、町長や経済団体の代表者らと歓談したり、記念写真を撮ったりしていました。また、前日の3日には、小学生から高校生まで過ごした大洲市に帰郷し、名誉市民称号の贈呈式に出席しました。市民会館であった贈呈式には、市内5校の高校生と教職員、市民らおよそ750人も駆けつけました。中村氏は清水博史市長から名誉市民のメダルなどを受け取り、受賞に至るまで応援していただき、今日まで来られた、大洲は本当に大好きな場所と感謝の言葉を述べました。式の後の講演で、中村氏は高校生らに海外で挑戦する意義を訴えました。お礼に出身校の大洲高校の後輩から花束が贈られました。3日夜には大洲市内の旅館で大洲高校の同窓会が開かれ、懐かしい顔や聞き覚えのある声に包まれた中村さんは笑顔を見せていました。